スキップジャック、スキップジャックはアメリカ海軍の潜水艦、サーモン級潜水艦の一隻。艦名はカツオを中心に、ハガツオ族やスマ族を含むカツオ類の総称にちなんで命名された。ウオーナとしては種がほぼ重複するスペイン語のボニートほど一般的ではない。その名を持つ艦としては2世紀目。スキップジャックは1936年7月22日に、 コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1937年10月23日にフランシスカスバートバンケウレンによって命名浸水し、1938年6月30日に艦長ハーマンサール少佐の指揮下収益する。スキップジャックは大西洋カリブ海での成長及びコネチカット州ニューロンドンでの整備が完了すると、 第六潜水船隊に配属され、カリブ海及び南大西洋での艦隊演習に向けて出航した。1939年4月10日にニューロンドンに帰還し、その後姉妹艦のスナッパーサーモンと共に太平洋に向かう。艦隊は5月25日にパナマ運河を通過し、6月2日にカリフォルニア州サンディエゴに到着した。7月には、 第2潜水戦隊の一部として、新珠湾に巡行し、8月16日に、サンディエゴに帰還、1940年4月まで、西海岸に泊まり艦隊演習及び、訓練作戦に従事した。4月1日に訓練演習のため、ハワイ海域に向かう。サンディエゴに帰還すると、カリフォルニア州バレーホノメアアイランド群像戦所で、オーバーホールを行う。オーバーホール後は、 真珠湾で作戦活動を二重時し、1941年7月から8月にかけて再び、ウェアアイランドでオーバーホールが行われた。8月16日に真珠湾に帰還し、第15潜水戦隊、司令に加わってミッドウェイ島、ウェイク島、ギルバート諸島、マーシャル諸島で偵察巡航を行う。1941年10月にに配属され、 潜水母艦と共にマニラに開港。同地では第16潜水戦隊、ジョン・コノリー司令第2潜水隊に配属された。12月7日に日本軍が真珠湾攻撃を行った時、スキップジャックは艦長チャールズ・ウェル・フリーマン少佐、アナポリス1927年組の指揮下フィリピンのにおいて修理中であった。12月9日、スキップジャックは 最初の紹介でフィリピン東岸方面に向かった。修理途中に出去したので、修理箇所の工事は、紹介海域のサマール島沖に向かう途中、乗組員によって行われた。この紹介でスキップジャックは2度の魚雷攻撃を行う。12月25日のクリスマス、スキップジャックは訓練中にソナーで目標を探知。浮上すると彼方に空母がいるのを発見し、先行して接近した。 これは、ホロ島攻略支援を終えて引き返す、途中の空母流城と駆逐艦潮風で、アメリカ潜水艦として、初めての対空母攻撃を行ったスキップヤックは、距離2000メートルで流城に対して、魚雷3本を発射したが命中しなかった。命中しなかった原因は観測ミスで、距離を1000メートルも間違えて観測したからであった。1942年1月3日にも、 敵潜水艦に対して、魚雷三本を発射したが、爆発音が二つ聞こえたものの撃沈したかどうかは確認できなかった。1月4日に、ボルネオのバリクパパンにおいて、給油を行った。1月14日、スキップジャックは36日間の行動を終えて、オーストラリアのダーウィンに帰島した。1月29日、スキップジャックは2回目の紹介で、セレベス海に向かった。 この紹介では2月14日と19日に敵艦船に対して魚雷を発射し、そのうちの一つは日本の空母に対しての発射だったものの失敗を終わり、その他的に接することはなかった。3月10日、スキップジャックは40日間の行動を終えてフリーマントルに帰島。艦長がジェームス W 交渉者アナポリス1930年組に変わった。4月14日、 スキップジャックは3回目の紹介で、インドシノ半島方面に向かった。5月6日、早朝、スキップジャックは、カムラン湾港で、サイゴン航路の下却船カナンマル、大阪商船、2567トンに対して、巨雷3本を発射し、1本を命中させ撃沈。2日後の5月8日には、ノーナトラム湾東方230回離地点で、 クチクカンカルカヤに護衛された第303戦団3隻を発見。スキップジャックは2度にわたって攻撃し、陸軍船武マ丸大連機船4804トンを撃沈した。5月17日にはの地点で陸軍船大山丸広告機船5477トンを撃沈。6月3日、スキップジャックは50日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。 ミッドウェイ海戦直後、フリーマントルを基地として活動していた潜水艦部隊のトップにチャールズ・エロックウッド少将が赴任してきた。この頃のアメリカ潜水艦は、巨雷の不足と性能の不安定さにしばしば泣かされていた。他の方面の潜水部隊司令が、巨雷性能の不安定を艦長の責任として丸投げしたのに対し、ロックウッド少将は実験で不安定さを証明する。 おととし、スキップジャックは、マーク14型魚雷の深海性能試験に参加した。7月18日、スキップジャックは4回目の紹介で、ジャワ海、バンダ海方面に向かった。ティモール島の北西海岸沿いに通さ、写真撮影を行った。8月23日、スキップジャックは、給油艦早友を撃破した。9月4日、スキップジャックは49日間の行動を終えて、 フリーマントルに帰討した。9月27日、スキップジャックは5回目の紹介でティモール島、アンボン島、ハルマヘラ島、パラオ方面に向かった。10月14日昼頃、スキップジャックはの地点で、折からのスコールの中、沖輸送第7輸送船団を発見。そのうちの陸軍千春光丸、大阪商船、6776トンを撃沈した。この船団は、 護衛なしの丸腰戦団だった。11月26日、スキップジャックは60日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。オーバーホールのためメア,アイランド海軍造船所に開放された。オーバーホール中に、艦長がハワードカイストナー少佐、アナポリス1932年組に変わった。百四十三年四月十八日、スキップジャックは六回目の紹介で、 マーシャル諸島方面に向かった。5月1日、スキップジャックは、クエゼリン艦渉、ギー水道沖で3隻の輸送船を発見。追跡の上魚雷を3本発射したが、爆雷攻撃を受けたため攻撃の成果を確認できなかった。ポンペイ島近海で、紹介の後、再び、クエゼリン艦渉近海に戻った。5月21日に、ロンゲリック艦渉を偵察。 5月25日にロンゲラップ干礁を偵察した後に北上し5月28日から30日まで米ク島近海で紹介と偵察を行った6月6日スキップジャックは45日間の行動を終えて真珠湾に帰島した7月3日スキップジャックは7回目の紹介で日本近海に向かった7月18日から21日まで 伊豆諸島と駿河湾沖を往復して、紹介を行った。7月22日夜、スキップジャックはの稲田マキ近海で、レーダーにより大型貨物船を探知。戦闘配置を例した後、水上襲撃により、巨雷を4本発射。1本が命中したと判断されたが、反撃を受けたため退散した。8月21日、スキップジャックは49日間の行動を終えて、 ミッドウェイ島に帰島。艦長がジョージ・ジー・モルンフィ少佐、アナポリス1931年組に変わった。9月18日、スキップ・ジャックは8回目の紹介でマーシャル諸島方面に向かった。この紹介では特別任務に従事した。9月25日にクエゼリン艦賞近海に到着し、クエゼリン艦賞とジャルート艦賞、ミリ艦賞艦の航路を紹介した。 10月11日には小型貨物船に対して魚雷を発射したが命中しなかった。10月29日、スキップジャックは43日間の行動を終えて真珠湾に帰島した。1944年1月10日、スキップジャックは9回目の紹介でマリアナ諸島及びカロリン諸島方面に向かった。1月25日深夜、スキップジャックはのポンペイ島北方で、 トラックからエニウェト区間賞に向かう輸送船団を発見。スキップジャックは攻撃直前に目標を敵駆逐艦に変更した。全部発射艦の魚雷を急速発射し、これが護衛の駆逐艦両風に命中して両風は沈没した。スキップジャックは続いて後部の魚雷を商船に向けて発射した。ところが、一本の魚雷発射艦バルブが開いたままとなり、後方魚雷室が浸水した。 宝来要因は緊急バルブを閉めることができず、スキップジャックにはおよそ14トンの海水が流入した。艦は急激に髪型に傾き、浮上を余儀なくされる。艦のコントロールは時間とともに回復し、魚雷室の水は防水扉から数インチのところに迫っていたものの、幸運にも死傷者は発生しなかった。スキップジャックは攻撃を再開し、1月26日3時頃に、 特設運送船を置き詰まる日本郵船666 6 66トンを撃沈した。3月7日、スキップジャックは57日間の行動を終えて、新珠湾に帰還した。スキップジャックは4月6日に新珠湾を出港し、4月12日にラッチハーバーに到着。4月17日までベイリング海、プリビロフ諸島沖の寒冷地においての寒冷地の 性能試験に従事し、その後二度目のオーバーホールのためメア,アイランド海軍造船所に開港され、4月25日に到着した。艦長がリチャード・ S ・アンドリュース少佐、アナポリス1931年組に変わった。10月20日、スキップジャックは10回目の紹介で、千島列島方面に向かった。11月14日、スキップジャックは占い森島沿岸で、 日本軍の海上トラックを破壊したが、7.7ミリ機銃の装者により、アンドリュース艦長が負傷した。また、駆逐艦にも攻撃を行ったもののこちらは成功しなかった。12月11日、スキップジャックは49日間の行動を終えて、ミッドウェイトを起動。これが、スキップジャックの最後の紹介となった。スキップジャックは一旦ウルシー艦長に進出後、 真珠湾に開港された。この頃になると、新鋭のバラウ急潜水艦、天地急潜水艦が大量に収益していたので、スキップジャックは第一線を退き、1945年6月1日にコネチカット州ニューロンドンに向けて出港。同地で潜水学校学生の訓練任務に当たった。戦争が終わった後の10月8日から11日にはニューポート沖で、 王線網の試験に強用された。1946年7月25日、スキップジャックは、ビキニ環礁での2度目の原爆実験である、クロスロード作戦において、標的艦として沈められる。その後、浮用され、メアアイランドに栄光された。1948年8月1日、再び標的艦として使用され、カリフォルニア州の沖合で航空機による、 ロケット弾攻撃で沈められた。スキップジャックは1948年9月13日に除籍された。スキップジャックは第二次世界大戦の先行で7個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。